ここでサプライズといたしまして、今回の選挙戦アメリカより駆けつけてまいりました金丸健一さんの娘さん、金丸絹代さんにマイクを取っていただきたいと思います。アメリカのマサチューセッツなんと発音が難しいです、より駆けつけてくださいました。絹代さん、お願いします。ありがとうございます。今マサチューセッツの方で表現を取っております。私は姉と妹がおりまして、3人とも名護小児科通い、一中でお世話になりました。娘の立場から見て、父のことは2つ言えると思います。1つは、とても勉強家で、常に本を読み、新聞を切り抜いていました。もう1つは、立山のことをいつも考えていたことです。私が帰省のたびに、空港に戻り、送迎は父がしてくれました。その中で語るのは、立山をどうしたらよくしようか、どうなるといいと思うか、という意見を私にいつも聞いていました。で、今、12年間皆様にお世話になり、これからまた4年間頑張ろうという意思を表明している父を、とても誇りに思っています。どうぞ皆様、よろしくお願いいたします。絹代さんからの本当に思いの熱い言葉でございました。ありがとうございました。それでは皆様からの本当に熱いご激励を受け、金丸健一、今回の選挙戦本当に最後の最後の熱い決意の訴えでございます。Thank you.